分これで取れるはず。骸骨の頭、じゃあとりあえず理科室行こうか。理科室に行ってちょっと進展を見ましょう。何かあるかどうか。ここ行けませんからね。調子はどうだい？え？なんかやってくれたのかな？とりあえず電池はあと2本必要。あ、いけるようになってる。行きましょう。3階は未知の世界ですから。6年生の教室か。ここなんか乗り上げられちゃうね。仕様ですよね、多分。あんま触れないでおきます。花が生けられてる。注意書き。その日の日直は教室に来たら水やりをすること。水やりをしてあげればいいのかなってことは。ここは入れないので、こちらは入れませんね。いや、もうこう、ほんとトイレね、暖かく出迎えてくれるよね。水は出るようだ。でも、入れるものがないから、ダメってことだよね。4年生教室は、特にないのか。でも、こうすることによって、こちら側に行けるようになるってことだよね。音楽室。ピアノ。あ！これは、あれじゃないんです？あれじゃないんです？保健室にあったさ、視力検査のやつ。鍵盤には謎の記号が書かれている。鍵盤押しましょう。なんだっけな。位置が上だった気がするんですが。あれ違ったかな？これ左から順番にやっていけばいいってことでいいのかな？それか。って思ったけど、多分、俺は多分一個違うのをメモしちゃったんだよね。ただ消去法で多分、最初が2。で、4で、で、次右下なんで、3の1だと思うんですが、どうでしょうか。やったー。体育館あるんだ。あるんだってか、まあ、あるか。体育館はあるわな。体育館はあることでしょうけど、どこにあるんだろうね。体育館は下の階ってイメージが強いんだけど。とりあえず下行きながら、あ、ここは体育館なんだ。では体育館にも行きましょうか。足を運んでいきましょう。こんにちは。え、なんかチャイム的な。え、なんか、あ、入れた。倉庫。え、このなんか持っていけないのかなって思ったけど、6段まで積まれた飛び箱だ。飛び箱もうすっかりやってませんが、なんか結構当時は頑張れてた気がする。うっすらと埃をかぶったピアノが置かれている。そうだったんだね。聞いてみたいな。え、そんなに？私の大切な友達。蓋をってことは、さっきやったこれのことかな。多分そうだよね。
OK です。三つ折りになってる。で、椅子は動かせませんね。わかりました。わー。え、ここで終われると難しくない？ちょっと、入り組みすぎてるんだけど。なんとなく、これは、なんか、嫌な予感が的中しそうな感じがするんですが。逃げるんだね。怖いな。これは普通に外に出ればいいのかな。オッケーオッケー。マジか。二度あることは三度ある。え？二度あることは三度ある。どういうこと？どういうこと？どういうこと？てか待って、ゆうちゃんを見失った。まずい。突然襲いかかってきたらやばい。え、これ見つかってない段階で何かヒントを得ないと厳しいよね、我ながらだと。あの箱多分どっかに押すんだろうな。でも、押す場所がわからない。どこに押せばいいんだ？ちょっとその押す場所だけ探しますね。あー、そこだね。わかったわかった。やばい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 。やー、バレたー、バレたー。マジか、どうしよう。こっち誘って。あー、マジか、押せなくなってる。もしかして。わー。追われたら多分、箱押せないから、やっぱ隠れながら全部やる必要があるね。うわー、怖いなーって思ったんだけど、さっきね、多分ね、押せたと思います。ごめんなさい、押すときね、ボタン入力必要なんで。嘘だー。 どうする、これ前に押すけてやろうか。 ボタン効きませんね。これ一回回り込む必要あるね。わあ。これでどう？多分そういうことだよね。え、待って、怖い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 。これで外開いてなかったらさ、やばいので、隠れてる状態でなんとか抜け出したい。よかったよかった。で、こちらは見てないですよね。1年生の教室。お！ペットボトルですよ。これで多分、水が。組めるのかな？セロハンテープ、筆箱、なんか使えそうな気がするけどね。で、水を入れましょう。で、お花に水をあげてこようよ。え？とりあえず6年生だっけ、教室。いや、これもしかすると、息苦しいっていうのは、単純に歩数なんじゃないかな。やっぱ歩数が、なんか関連づいてるよね、きっと。そんなわけで、水をやります。そんな時だからこそ、やっぱ自分のね、気持ち的にもね、ちょっとなんか、
懐中電灯に使えるかも。これで電池手に入れたよ。ただあと1個必要だね。で、図書室の鍵持ってるんで、もう1個がこの図書室にあると信じて行こうぞということで行きましょう。うわ、もう図書室、図書館ってね、聞くとね、なんかもう追われるイメージがものすごいんですが。どうでしょうかね。追われそうな気がするなぁ。なんかあるよ。ボロボロの新聞だ。あー、でも、光ってるものがあるから、あれも何かアイテムでしょうね。9年前。待って。やっぱ青山っていうのは、やっぱめぐみちゃんで合ってるっぽいね。多分めぐみちゃんって読むよね、あれ。で、次女のゆうちゃんって書いてあるのも、ものすごく気になるんですが。母の青山愛さんでいいかな？その娘、めぐみちゃんは重傷。もう一人の娘であるゆうちゃんは死亡。え、しっかりとでもゆうちゃんの名前も書いてありましたよね。オッケー。これで電池揃ったね。理科室に行こう。マジで来てる。わあ、いる。どうしよう。男気見せる。男気見せる。いや、逃げる。あぶねえ。いやー、怖かった。あれ、閉まってたらアウトでしたよね、完全に。開いててよかったよ。じゃあ、理科室に行きましょうか。ちなみに今、4510歩歩いてしまってますね。これはいいんだろうか、悪いんだろうか。上限なんとなく1万な気がするんだよね。ただ、それがちょっと怖いところでありますが、懐中電灯を持って、あの1階の一番端のところ、暗くて入れなかったところ、多分あそこに行けると思うので行きましょう。コンピュータ室だったんだ。なるほど。暗いと怖いな、コンピュータ室。絵が飾られてて、パソコン起動したが、パスワードがわからない。生徒が使うパソコン。これでも大体ね、なんか先生のゾーンのパソコンなんとかしちゃえば、どうとでもなりそうな感じがするけど。あまりめたいこと言うのやめとこうか。で、階段がありますね。多分またもうちょっと開けてくる感じになるのかな？この、これなんだろう？スイッチがある。多分新しく行けるようになる場所は、お次はここでしょうね。待って、ここで追われたらやばいぞ。あ、パスワードだ。オッケーです。覚えたってことはこれでいいんだね。で、日記のページだろうか。日記がありました。9月15日。今日も机の傷が増えていた。休み時間になれば、藤崎さんとその友達がつねったり、ペンで刺したりしてくる。また腕のところにあざができちゃった。あー、いじめられてるのかな。16日。私の机は藤崎さんたちのゴミ箱。紙くずや給食の残り、虫とかが入ってる。マジか。先生もクラスメイトも友達だったあの子もみんな私と目を合わせなくなってどれくらい経ったんだろう。先生もか。見て見ぬふりをしてるって状態なんだろうな、きっと。17日。しおりが破られたとか、そういうことだろうね。ここは。アスタリスクでしょうね、これは。
いっそ何もかもを忘れて、このまま消えてしまえたらどれだけ楽なんだろう。また蘇るものがあったんかな？とりあえず、あまり動き回りすぎると危ない気がするので、歩数的にも。いや、いい感じに効いてくるね。ちょっと探索が好きすぎるあまり、歩数がね。なんとなく一番な気がするんですよね。ただ、データ送るってやっちゃったかな、今。なんか、もう早くなんかおっしゃったんだけど、決定。で、職員室って書いてあったよね。職員室行こう。こっちじゃない、こっちでした。で、もしや、そういうことか。これで金庫の番号が分かり、さらに金庫を開けることができる。で、教室の鍵と。確かに開いていない教室が一つあった気がする。3階だっけ？ 6 年生教室の隣だった気がする。あの、お花に水をやったところの一個手前の教室？ここだったかな？ OK です。めぐみちゃんは5年生なんだね。ってことは、え、なんかある。うわー、なんとなくこの机な気がするな。これ何？これなんか乗っかってるのが気になるけど、ま、これでしょうね。破られたしおりがある。やはりか。え、そういうことだったの？思い出したってことだよね。今別の場所をさまよってるみたいな感じなのかな？ってことは。ってことは、やっぱりこのゆうちゃんは本当に実在するのかどうかっていうのもまだわからないよね。絶対とは言い切れなくなってきたな。ただね、俺ここから追われたら絶対逃げられない気がするんだけど、大丈夫かな？突然襲いかかってくるからな、ゆうちゃん。あれ？この猫って、もしかして、しーちゃんじゃない？だよね。え、助けてくれたの？え、でもここはもうついていくしかないのでは？